荷物を持って国境を越える人々ワーガはインドとパキスタンとの間の陸路国境で唯一開かれている検問所であり大官道上のインドのアムリトサルとパキスタンのラホールとの間にある。ワーガそのものは小さな村であり両国が分離独立した1947年に新たに国境となったラドクリフ戦によって2つに分断された。 村の東半分はインドに、西半分はパキスタンに属している。パキスタン側インド側夕方の国旗功能の儀式を見物にやってきた人々はアーガの国境はよくアジアのベルリンの壁と呼ばれ、毎日夕刻になると我が国旗の功能と呼ばれる儀礼が行われるインドパキスタン国境の一部分である。儀礼時には インド国境警備隊とパキスタンレンジャーズ所属の兵士による力強くスリリングなパレードが行われる。儀礼は攻撃的でよそ者から見れば敵対的とすら映るが国境の両側に観客席を設けて集まってくる群衆に見せるためのエンターテインメントである。両国の兵士らは色鮮やかなターバンと制服を身にまとい痛快なショーを披露する。 両国の係員は、普段は、日常的に発生する問題の処理のために、相手国の事務所を訪れることは普通に行われている。長年にわたって、この国境で起こってきた出来事の数々は、インドとパキスタンの関係を象徴するバロメーターで、あり続けている。ラホールとデリートを結ぶ鉄道を通る、サムジャータ急行は、 バーガから5キロメートルのところにある、インド側の終端駅である、アッタリから、バーガの国境を通過していく。インドの道路、ナショナルハイウェイ1号線はここを起点としており、インド・パキスタン関係の改善によって、パンジャーブ地域では、アムリ・トサルとラホールとの間では2004年から、デリー・ラホールバスが運行されている。イギリス領インド帝国時代、バーガの村は、 タンジャーブ州の一部であった。1947年にインドとパキスタンとを隔てる分割線が村を二分してしまった。1947年のインド・パキスタン分離独立以降、ワーガは唯一の道路国境であり、運搬人たちはここを通って両国間の荷物を運んだ。1999年にカシミールでシュリーナガルムザファラバードバスのために、 アマン説教が開通するまで、我がは唯一の道路国境であった。2001年8月14日と15日、それぞれパキスタンとインドの独立記念日にあたる日には、キャンドルライトセレモニーが催され、パキスタン側から4万人、インド側からは1万5千人が参加し、両国間の信頼回復が進められたことによる、両国民の大衆感情を反映したものとなった。 以降の年にも、キャンドルビジルや、深夜の平和式典などが催された。両国間の交通量の増大に伴い、インドパキスタン間の交易促進のための、国境拡張を求める声が高まった。2001年から2002年のインパ関係の一時的な、悪化後、3年を経た2005年3月には、インド国境治安部隊と、パキスタンレンジャー部隊の代表者が会合を持ち、 国境問題に関して話し合われた。2005年3月、パキスタンは国内市場での流通のために特定の食料品5品目に関してバーガの国境での関税免除を認め、2006年10月1日には両国が独立して以降60年間で初めて貨物を積んだトラックが国境通貨を通過し、それまで手作業で荷物を運んでいた。 運搬人はトラックからの荷下ろしのために再雇用された。トラックによる国境通貨が認められて以降2007年には金額にして13億ドルであった貨物通貨量は2010年には100億ドルを超えるものと予想されており両国関係の不審にかかわらず国境を越えての交易は,は,は,は活性化している。毎日平均して8000人の監修が インド側に集まっており、政府は、ワーガの観光開発を進め、観光と物流施設を整備する計画である。インド政府は、アムリートサルから3 0トルの距離にあるワーガ、アッタリ国境地帯に、国際的な観光複合施設を計画している。両国関係の改善によって、遊国の儀礼のトーンダウンについてインド、国境警備隊と、 パキスタンレンジャーズとの間で会合が持たれ、両部隊の隊員が行う儀礼の思考変化に取り組み始め、2006年11月からはより攻撃性の少ないものへと変更された。ありがとうございます。